さあそれではレッスン 2L2 の T5 のところ、ね、進めていきたいと思いますが、いよいよオンという言葉が出てきましたね。本来感謝すべきことが見つかったらですね、感謝でとどめない、オンに成長させるということで、テキストをしっかりね把握していただければより理解も深まると思いますけれども、オンというのはただ感謝するだけでは完了しないわけなんですね。オンは返してこそ、つまり行動が伴うというところ、これもですねナビに従って、しっかりと書き出しながら、まずはオンと感謝とのこの違いみたいなものをね、しっかりと体験していきましょう。これからレッスン2トレーニングシート1、感謝と恩の違い、2、恩知らず、3、恩を返す理由に取り組みます。感謝と恩の違い、感謝と恩の違いについて改めて書き出してみましょう。感謝とは返す対象がないもの、心の中で完結するもの。恩とは返す対象がいる、受けたら必ず返すもの、行動が伴うもの、感謝よりも重い。2、恩知らず。1、恩知らずな人とはどんな人でしょうか。してもらったことに感謝する心がなく、してもらって当たり前だと思っている人、もらうことばかりな人、感謝の気持ちはあってもそれを返す行動がない人。2、受けた恩を誰も返せなかったらどんな世の中になると思いますか。自分勝手で皆が全部自分都合の世の中、奪い合う社会、自分が満足すればいいやで溢れる世の中。3、受けた恩を必ず誰かに返したらどんな世の中になると思いますか。恩を返すのが当たり前になり、助けてあげよう、何々してあげたいという誰かの幸せのためにも行動できる世の中になる。次の世代、次の世代と恩を返すという文化が継承されていく世の中になる。3、恩を返す理由。1、もらったものか借りたものか、あなたがこれまで受けた数々の恩恵をもらったものと解釈するならば、それらを返す必要はないかもしれません。ではもし借りたものと解釈したらいかがでしょうか。当然のことながら必ず返さなければなりませんね。どちらの解釈が正しいかではなく、どちらの解釈の方が美しいかで判断してみましょう。あなたがこれまでに受けた数々の恩恵は、1、もらったもの、2、借りたもの。私は借りたものだと解釈してます。2、恩送り。例えばあなたが初めて訪れた場所で見知らぬ誰かから親切にしてもらったとします。しかし名前も連絡先も聞けないまま別れてしまったので、その人に恩を返すことはできません。そんな場合どうしたら良いのでしょうか。他の見知らぬ誰かが困っているのを見かけたら親切にすれば良いのです。そしてその誰かはまた誰かに親切にする。すると親切の連鎖が生まれますね。このことを恩送りと言います。あなたはこの考え方についてどう感じますか。もらったものだから返さなくてもいいという解釈はかっこよくないよね。私は恩送りを私たちが実行すれば、親切や幸せがあっという間に広がっていくだろうなと感じました。自分がしてもらって嬉しかったことを他の誰かにしてあげる、親から受けた恩を次世代に、この文化を当たり前に定着させることができれば、人間関係のトラブルや虐待を必ず減らすことができると思います。感謝と恩の違い、恩知らず、恩を返す理由をやってみて、恩というものは気持ちだけで終わるのではなくて、必ず何かしらの行動が伴うものだと感じました。また恩送りという文化もすごい素敵な考え方だなと思いました。例えば自分が先輩にご飯をおごってもらったら、今度自分が後輩にご飯をおごってあげたり、誰かから嬉しい言葉や勇気づけられる言葉をもらったら、今度自分が同じように他の誰かにしてあげる、
こういった恩送りという文化が広がればより幸せな社会になるなと思いました。今私たちがこう幸せに暮らしているのも、上の世代だったり亡くなられた人たち、それから親だったり、関わりがある人ない人全ての恩送りという文化があってのことだと思うので、それをしっかりと継承していくことが私たち一人一人の使命かなと思いました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。さあ、これからもこの繰り返し反復をすることで力になっていきますから、次回もお楽しみに。